今回この動画を見ればですねあそういうことだったんだ L の発音はそれかそういうふうにするんだっていうのがもうすっきりすると思います。はい、えー、でですね英語の L の発音の前にちょっとこう日本語の「ラ行」ですねをまあ一緒にちょっとこう考えていただきたいんですがはい皆さん「らりるれろ」まあ、日本語で「 普段言ってる感じで「ラリルレロラッパー」とか「ラララクダー」とか「リンゴ」何でもいいんですが「ラリルレロラリルレロ」っていうふうに話している時ちょっとこれを普段あの日本語話している時こんな風に考えないと思うので改めて。 まあ、日本語のラ行とエルの音、どう違うんだっていうところ、をちょっとですね。こう気づいていただきたくて、まず日本語で考えてみましょう。そうするとですね。ラリルレロはラララ。うん。えっ、ー、と、これ上の歯にしましょう。上の歯です。で、これベロですね。ラ。ラリルレロ。そうです。上の歯のこの。まあ付け根ですよね。 ちょっとこう天井の部分も、えー、ベロの先っちょ触っているかなっていう感じです。あの軽く当てている感じですね。この辺りに、えー、日本語の「ら行」を話す時触ります。はい、では「L」はどうなのかっていうとですねそうなんです。えー、英語は、えー、圧力がかかるっていうお話し,しましたね。エも 例外ではありません。えー、そここが日本語とと違うところです下の位置っていうのはだいたい似てるところ、えー、こう触ったりしてるんですが英語はさらにそれにギュッと押し当てる、えーまあ、プレス圧力あのプレスですね本当にギュッと押し当てる感じになるので「うう」こんなような「うう、えー」音。 ですとかあと下の動きになりますねううこれ正面から見るとこうですはではではでべろでぎゅうぎゅうつまりベロの裏側が見えてますねうううでこのうううこれはですね実は母音が続く場合の強い L の発音です うううこれ強い L です。はいでは早速母音が続く強い L を、えー、一緒に練習していきましょう。でですねこれポイントはですねうう,うううもうあのー、見てわかると思うんですがうう,う強い L を発音するときってもうベロが ベターっと上の歯にギュッと押し合ってているのでまずベロの裏側の部分ピンクの部分がもう歯と歯の間から見えますよねなのでこれ、えー、こう間近で外国人と話していると「あ今 L の音出したでしょ」っていうのがもうすぐ分かりますはい。だからこの 状態をあのぜひご自身で、えー、こう今動画を見ながら鏡やっぱりこう持ってですねあっ L, L の音ベロの裏側がピンクになってるあちゃんとできてるっていうのがまずこう、えー、見て、えー、確認することができるのでそれももちろんこう確認しながら練習していきましょうではいきますじゃん LIKELIKE like. Good. Black, black, belong, belong, cloud, cloud, good. Elephant, elephant, fly. fly play play sleep sleep はい Good job! お疲れ様ですはいでは次フレーズで、えー、練習していきましょうはいえー、いきます I love my black long hair. Hmm, okay, good. I've lived in London for 11 years. All right, good. はいお疲れ様ですこれが強い L, ですで、まあ、強い L は、えーまあ、比較的どの動画を見ても、まあ、L って「ううこうですよ」っていう説明でよくありますよね。あのなので知っている方はできる方、まあ、知っていると「できる」はちょっと間違うんですが、えー、L の発音は「ううこういうもんだ」っていうふうに ま聞いたことがあると思います。で、次の弱い弱い L っていうのがあるんですね。これがちょっとポイントなんです。この音ができると、やっぱあの英語の L の発音が綺麗にあのまだ聞こえますね。